シソワットシリクマタクは、カンボジアの王族、政治家。シソワット王の子息エッサラボン親王の孫で、ノロドムシハヌークのいとこにあたる。1954年以降、シハヌーク政権の下で、国防省、外省を任じられたが、その後、シハヌークが敬遠したために、政権から遠ざかれて、駐日大使などを任じられた。しかし、 ロンノル首相になってからは副首相の養殖に就いた。早くからシハヌークの政治姿勢に批判的だったシリクマタクは1970年3月18日首相のロンノルと共にクーデターを起こし病気の治療のため北京を訪れていたシハヌークを国家元首から解任して王政を廃し国名をクメール共和国とした。クーデター実行時には なおシハヌークへの忠誠心から血行を渋るロンノルに強行に迫って決断を迫ったと言われている。国民に人気のあったシハヌークの打倒に動いたため、シリクマタクは陰謀家と見られて周囲からの辛抱がなかった。1971年2月、病気で倒れたロンノルに代わり首相職を代行したが、4月のロンノル辞任後、 死クまたくの首相昇格には反対が根強かったため5月に病身のロンノルが再び首相に就任し集団指導体制を取ることとしたまた1972年には大統領となったロンノルにより首相に任命されたが彼と対立し1週間で罷免されたカンボジア内戦が激化し共産勢力であるクメール・ルージュの勢力が伸長すると クメールルージュにより、ロンノル大統領、ロンボレト首相、孫牧丹元首相、ソステンフェルナンデス参謀総長らともに、7人の、売国奴と称され、死刑判決を受けた。1975年4月17日、クメールルージュにより、プノンペンが陥落、シリクマタクは数日前に、米国へ亡命を進められていたが、同行を拒否した。その後、避難していた。 ブノンペンのフランス大使館にクメール・リージュ軍が迫ると投降したが直後に殺害された。ありがとうございます。